Representing one, Shuhei Kitagawa. Kitagawa attacked, and then a little bit of a position from the back.また北川ファールもらってバスケットカウント。林のファールか。このアタックでしたね。そうですね、はい。ローポストの1対1で押し込まれずにディフェンスできているので、はい、なかなかこうズレを生むことができてないですよね。今度は押しバントかけ打ちです。後ろから北川のブロック。いや、素晴らしいヘルプでしたね。北川選手は本当にここのところ充実してますよね。そうですね、はい、特にディフェンス面でのフットワークであったり、はい、スクリーンの逆を行って飛ばして北川、理想的なドライブ&キックのスリーポイントでしたね。前半で50点を取って終わりました。北川はさばいたんですが、4秒3秒で竹内打てるか。北川どうでしょう。だブザービータースリーで第3クォーターを終えます。竹内選手もよくパスに切り替えましたね。第3クォーターでまた差が広がりました。北川はまた来た。これで北川は20得点です。押している状態なので、はい、なかなかこうボールに対して取りつくのは難しいんですけど、その分竹内選手が素晴らしいパスをしたのでいい配慮が生まれましたね、はい、これ竹内康介のリバウンドからですよね。また、はい、本日北川選手は23得点の活躍でした。まずは勝利おめでとうございます。ありがとうございます。本日のサイドラインリポートではシュートは水物とおっしゃっていましたが、本日も高確率のアウトサイドシュート、見事な23ポイントの活躍、試合を振り返っていかがですか。まあ、1週間準備してきたディフェンスのところが出せたと思いますけど、まだまだプレッシャーのところだったりとか修正するところがあるので、また、気を引き締めて明日も頑張りたいと思います。まだシュートは水物ですか。はい。それでは明日の試合への意気込みとともにですね、会場の皆様、そして画面越しに応援してくださったファンの皆様に一言お願いします。今日もたくさんの応援ありがとうございました。明日はまた違う展開になると思いますけど、しっかり、チーム一丸となって戦っていきますので、応援の方でよろしくお願いします。ありがとうございました。本日23得点の大活躍、北川選手にお話を伺いました。ありがとうございました。